松田先生よろししくお願いいたします <laughs>、はい、アメリカで新しい大統領が誕生しましたバイデン新アメリカ大統領は就任式を終えた20日夕方ホワイトハウスで早速17の大統領令などに署名をしました今後アメリカはどのようになっていくのでしょうか <laughs> 解説をお願いします そうですね、まあ、共和党内閣から民主党内閣に変わったということですから、まあ、トランプ大統領、バイデン大統領、これはですね、えーまあ、極端な言い方をしたら、ですね180度ぐらい、えー、この <laughs> 政策、その他方針がですね変わるというふうに考えるべきだと思いますね。 えーまあ、共和党、まあ、トランプ大統領の個人的ないろいろな発言とか行動はまあ別としまして、えー、4年間のこの共和党政権というのは、やはり本来の共和党の政策指針であるとか。 あるいは具体的にいろんな政策というのが、まあ、あるわけですが、えーまあ、どれを見てもです、ねえーまあ、結論的にはこの小さい政府つまり、えー、政府の,この権限というものをできる限り少なくして そして民間の自由度というのを大きくするという、これがまあ共和党の基本姿勢なんですね、ですから、前のオバマ内閣の時の例えば法人税は3 5トだったんですが、これをトランプ大統領は21%に下げると。 これ一つ見てもですね、えー、いわゆるその国家の、まあ、税金を取るということは国家の権力を行使することですから、えー、これをですね35が21に下がるということは、それだけ国家のですね、えー、権力をこの小さくしたということが言えるわけですね。えー、その他もろもろいろんな、あ例えばあエネルギー政策においてもですね、まあ、新たに、<laughs> シェールオイルガスといいまして、えー、この原油のですね、えー、発掘、生産ということ、これはまあ環境問題、その他がありますから、非常にこう規制が厳しかったんですが、えー、トランプ大統領はこれを緩和してですね、えーまあ、<laughs> 中には、 あ環境を無視したという批判もありますけれども、まあ、いずれにしてもですね、民間に、えー、ビジネス、あるいは投資というものがやりやすいような環境を作ったと、おこれも、まあ、小さい政府ということが言えますね、いろいろもろもろなことがありまして、えー、共和党政権が狙ったのは小さい政府。さてこれからですね えー、民主党政権が始まるわけですが、民主党の基本姿勢 <laughs> というものは、ですね共和党の小さい政府に対して大きい政府なんですね、えー、できるだけ、えー、この、えー、いわゆる政権がですね、えー、この民間に対して、えーこの、できるだけ規制を多くしてい、えー、ってですね、 えー、この秩序というものを非常に大事にするということなんですね、えーまあ、分かりやすく言えば、小さい政府で自由,を自由の安売りをすると、ですね、えー、自由が勝手になって、秩序が乱れると、まあ、言えばそういうことなんですけれども、今度は逆に、ですね、えー、大きい政府になるとこの、民間の方の自由がそれだけ、えー、小さくなると。 ということで、ですね今ちょうど <laughs> 新型コロナで、えー、民間の自由があ規制されているわけで、別に法律で規制されたわけじゃなくて、ですね、えー、コロナウイルスで、えー、その <laughs> 民間の自由があこの縮小している、そこへ持ってきて、ですね、えー、大きい政府によって、ですねなお、おこの規制、 えー、あるいはあ国家の権力というものがですね強くなると、まあ、こういうふうに考えると、ですね、えー、分かりやすいんじゃないでしょうかね、まあ、具体的にどうこうということよりも、まず基本的にですね、えー、小さい政府から大きい政府に変わったんだと、こういう認識がまず第一ですね。 それから、まあ、アメリカの外交政策といえば、ですね相手は中国ということになるんですが、まあ、ヨーロッパも大事ですが、まあ、アメリカにとって、ですね、えー、バイデン、えー、大統領も口癖のように言っているように、相手は中国だと、そしてトランプも敵は中国だと、<laughs> まあ、こういうふうになっているわけですから、まあ、アメリカの外交ということを考えれば、ですね、えー、中国に対する姿勢ということになるわけですね。 えー、中国に対する姿勢、トランプのやってきたことはご存知の通り、完全を強化して、ですね、えー、それから、まあ、台湾を支援するなどして、ですね、えー、実力で、えーまあ、中国に、まあ、実力で抑えつけようという姿勢がありありと出てきてますね。そして、えー、中国的死政策 えー、もうアメリカの不幸、アメリカの問題はすべて中国が悪いんだと、まあ、こういうふうに言わんばかりの、ですね完全なる中国敵視政策とこういうことで、えー、中国の、まあ、どんどん伸ばそうとしているハイテク企業、ハウウェイとかですね、そういうものも世界市場から締め出すというようなですね強硬手段を取ってるわけですね。えーまあ、よく言われる話で、えーうん 北風と太陽という話がありますが、まさに北風でですね、えー、中国に臨んだということ。今度はバイデン政権はですね、バイデン政権の人事を見れば分かる通りですね、オバマ政権の、まあ、例えば国務省で言えば国務次官補副長官をやってたような人をですね、今度は長官にし、えー、もうそれぞれの分野でですね、オバマ政権の時に、それぞれのセクションで、 高官、えーまあ、として、えー、仕事をやってきた人、こういう人をですね全部長官にこのしてるわけなんですよ。ということはもう、オバマ政権があその返り咲いたとお言ってもいいことなんですね、オバマ政権の中国に対する政策というものは、あーまあ、あースーザン・ライスという,う、まあ、黒人の女性なんですが、 安全保障担当大統領首席補佐官というですね重要な地位にいた、えー、この女性はですね、えー、もう有名なあ親中派なんですよ、もう中国が好きで、中国、中国という女性ですね、えー、この方を国務長官、すなわち日本の外務大臣にするかなと私は思ってたんですが、さすがにそこまではやりませんで、まあ、国内の担当の。 首、えー、席アドバイザーにしましたけども、うんえー、国務長官、大事なあ外務、日本の外務大臣にあたる国務長官はですね、うん、アントニー・ブリンケンさんといって、ですねオバマ政権時代、えー バイデンさんは副大統領だったわけですから、副大統領直属でですね、えまあ、外務、まあ、事実上、日本でいう外務次官のようなもんですね、やってた人、これをこの長官に迎えたわけですね。で、このオバマ政権時代やったことはですね、中国と、中国というのはアメリカの戦略的パートナーだという基本がありまして、 えー、アメリカと中国が B2 といいまして、ビッグ2ですね、中国、アメリカ、二大国、えー、これがですね、えー、世界の,おこの秩序をおに対して責任を持つべきだという考え方、これはもう中国も歓迎する考え方で、えー、そしてそれをまあ推,しめ推し進めようというところで、ですね、えー、いろいろ分散とか、その他に、えーまあ、妨害でですね果たせなかったということなんですが、あ 今度はですね、えー、夢をもう一度でそういう方法になってくると思いますねそうするとおトランプ政権共和党政権があ中国に対してやったことは北風、えー、そしてバイデンがこれバイデン内閣がこれからやることは太陽ということなんですね、えー、まあ北風で厳しくその相手を抑えることもいいんですが太陽で鎧を脱がして、えー、裸にして心臓に ずばりというてもないことはないわけですね、まあ、そんなふうにこの見ながら、そんなふうに考えながら、ですねこの新政権をわれわれ日本人は見つめていってはどうかなというふうに思っておりま橋田先生、ありがとうございます。はい